こんにちは、ニノです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日は2024年5月6日、月曜日でございます。はい、本日、オーディオね、朝から聞きながらちょっとね、教習所に行く前に、オーディオでも聞こうかなということで、せっかくなんでね、動画回していこうと思いますが、まあいつもと変わり映えないシステムで、ね、ちょっと一曲聞いていこうかなと思います。で、まあ SME の、こちらのアーム3009、こちらをですね、つけてね、聞いていこうと思ったんですけど、ちょっとね、時間がなかったので、今までついてるものでね、やっていこうと思います。今日もですが、オレックスの SY88、プリアンプを使っております。で、パワーアンプはこちらね、ヤマハの B1、部分修理で、やったものになります。オーバーホール品ではございません。で、アナログプレイヤーは、ヤマハの GT2000、そちらにですね、サイクの WE308 を取り付けてあります。カートリッジはビクターの MG1 を使っております。それと、ターンテーブルシートですが、純正の GT2000 純正のマットの上にですね、親指電機の BR12 というね、テーパー形状のブチルゴムのね、ターンテーブルシートを使っております。まあこちらもね、全部ね、ブチルゴムシート使ってるんですね。そちらとこちらは、パイオニアの JP501 ですね。はい、でも結構泣きは止まりますけど、もともと泣きの多いターンテーブル、なので、しっかり押さえてあげることがいいかなと思います。もうこれはね、一緒にお風呂入って洗わなきゃもうダメかもしれないですね。結構泣き乗っちゃうので、この JP501 系が好きですが、もう手に入らないので、こちらは純正の上に、テーパードの親入れのゴムマット、ブチル系のブチルゴム系のマットを使っております。はい、そんなんでね、いつもと変わり映えない、システムでやっておりますが、こんなんでね、今日も聞いていこうと思います。就職とかそんなんのやっておりましたので、オーディオは全くね、触っておりません。まあたまに聞いておりましたが、頼まれたものの修理とかね、その辺は多少やっていましたが、もう自分のはね、全然、これも SM1000 もね、部分修理をして、音が出るようになっていますが、その後にやろうと思ってたメーターの修理とかもしておりません。そのままになっております。で、他のパワーアンプ系も持ってきてあるんですが、ちょっと入れ替える予定時間とかなかったので、そのままにしております。はい、そんなんでね、いつもと同じようなのを、やっていこうかなと思います。はい、それではね、再生していきます。この装置のバランスは大体まとまったはずです。完全にあなたの狙っている音にするためには、これから微妙な調整に時間をかけていただかなければなりません。オーディオマニアのあなたのために珍しいドラムスの録音をお聞かせしましょう。これは全く間接音のない、つまり残響や反響のない楽器そのものの音だけを捉えた特殊な録音です。あなたのスピーカーからは楽器の音そのものが聞こえるはずです。
次は残響のある部屋での録音です。さらにマリア・ユーズのバンドと裏面の45回転による音楽とを合わせて、あなたのチャンネルアンプシステムのバランスを完成させてください。はい、ただいまね、お聞きいただきましてありがとうございました。まあ、今やったのは、残響のない部屋と残響のあるとこの、ドラムということでね、だいぶ違いがあるんではないかなと思いますけど、結構ね、これで、聞いて、評価をするのが私結構好きでございます。今使っていましたのはスピーカーね、最初に説明し忘れましたが、左右のね、一番外側にある下の茶色い、ユニットが2つ付いておりますスピーカーになります。こちらが、D70 というスピーカーで、ユニットはホステックスの FE206 シグマ、になっております。はい、このシグマの音がね、私結構好きでですね、スーパーとかもね使ってきましたけど、これにはこれの良さがあるなと思ってね、まあ艶やかで伸びてはないですが、まあ艶やかな面とかね、伸びっていうのでは S に勝てませんが、このシグマの落ち着いた感じ、しっとりとした感じが、好きでございます。はい、今日もこれからね、教習所に行って
って、教習を受けてきますが、先日動画にも出しましたけど、久しぶりにバイクを乗ってみようということで免許をね、取りに行っていまして、250cc でございますが、CBR250WR というものを、購入しました。2020年モデルの、もう一目惚れで購入してしまいました。まあね、それぐらいの買った金額出すと他の新車もね、手に届くんですが、全然買えるんですがね、やっぱ赤フレームに、白い、なかなか白いね、ホンダのバイクも今ちょっとね、カタログとか見ていますけど、なかなか白いね、バイクモデルがなんか少なくなってきてて、本当は白はやっぱね、白バイみたいな白が欲しいなと思う中で、まあ今これが終わったら、大型免許、大型のね、バイ二輪の免許も取りに行くんですが、まあちょっと250で慣れてから、余力があればね、バイクまた買うかもしれませんけど、大型バイク買うかもしれませんけど、まあ当分はやっぱ車検のない250ぐらいをちょっとちょろちょろ持ってようかなと思います。で、まあ車の整理とかつきましたらね、またバイクもしかしたら増やしていくかもしれないですけど、まあとりあえずは免許だけね、まだ反射神経とかしっかりしてるうちに免許だけは取っておこうかなと思ってね、大型二輪も、行こうかなと思っております。はい、そんな感じで、まあ近況報告と、本日のオーディオという感じで、撮影していきました。はい、また次回、次は3009ね、こちらね、つけていこうかなと思います。はい、どんな感じか、楽しみにしていてください。はい、それではね、今回はこれで以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。